こんにちは、翔太です。今回なんですけど、ブラウザ版の9月13日の更新情報も見ていこうと思います。まあ、全然大したことないんですけど、まず映画銀月は絆の水引きが来ているので、準 MR キャラクターが来そうというのがわかります。神髄タンパックも来ます。で、摂庵継層来ていて、こちら120円で原本65時間戦闘券2枚手に入れることができるので、まあ、ここは課金してもらってもいいんじゃないかと思います。で、ちょっと長い、2週間もあんの、すごっこれぐらいちょっとやってほしいですね、アプリ版も。あ、でもまあ結局あれか、交互に来るか一気に来るかの違いであればどっちでもいいですけど。で、祈願コインですね。こちらも来るみたいです。これお得ってやつはですね、多分毎日1回買える、120円で買えるやつだと思うので、とりあえずこれはおすすめかなと思います。水魚祈願っていうイベントでですね、使うことができるコインとなっておりますので、まぁ、ちょっと使用量とかは明日になってみないとわかんないところはあるんですけど、まぁ、おそらくですね、120円のこの祈願コイン10個を1週間買っていただくだけでも、それなりのアイテムを手に入れることができるんじゃないかなと思います。で、明日の MR キャラクターなんですけど、カノエトクがやってくるみたいです。このキャラクター帽子の中では火力かなり高い方だとは思うんですけど、どうなんですかね。正直ですね、帽子のアタッカーっていう時点で、若干今下火になっているっていうところがありますんで、無理にこのカノエトクを取る必要っていうのは正直ないんじゃないかなとは思います。このキャラクターを取るのであれば、弓将と武将でですね、いつか、ちょっといつかわかんないですけど、モルドレッドとか、タワラトーザとか、そういった強力なキャラクターが、控えているっていうのがわかっている中で、このカノエイトコ今取る必要があるかと言われたらないんじゃないかなと思いますね。で、水筒キッタンっていうイベントに関してはですね、この祈願コインを使って、アイテム、宝冠なんですかね、から宝箱、アイテムであったり幸運ポイントを引くことができて、幸運ポイントが溜まってくると、楽霞なんちゃらなんちゃらに、を引くことができて、この中、これですね、条件満たせば通貨を、使わず引くことができて、 UR1000 の副賞であったり MR 結晶とか遊園地プレゼントとか、こういったものが手に入れられるので、結構ですね、魅力的なイベントにはなってるかと思います。コーンギフトに関しては120円で原本52時間戦闘券1枚、高級ガチャ券1枚が、7日か毎日もらえるので、とりあえず課金するのであればこれ非常におすすめなので、私も120円だけ課金するのであればもうこれ一択かなというふうに思っているので、とりあえず課金していただけたらいいんじゃないかと思います。これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置少女の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。